まずビタミン A の基本的な知識から見ていきます。ビタミン A はビタミン D と同じく代表的な脂溶性ビタミンであり、発見当初はビタミンらしく投与によって欠乏症を治療することが注目されました。しかし脂溶性の特徴として生体膜、細胞膜を通過することができます。すると細胞内の核内にはビタミン A の受容体があり、遺伝子の発現など様々な作用が発見されていきました。つまり最初はビタミン A ってただの栄養素じゃね？という位置づけが分子生物学の解説技術の発展とともに、これ生理活性物質のホルモンみたいじゃんとなってきたということです。今回はまだまだ未知なビタミン A の作用と欠乏症について、そしてビタミン A の前駆体 β カロテンについて解説していきます。はい、日本の人にそう燃えられるとこミスザビです。ありがとうございます。はい、今回紹介する本はこちら、栄養と遺伝子の話、分子栄学入門から特にビタミン A と β カロテンの作用、そして重要性を理解していただいたところで、摂取量についても見ていきたいと思います。ビタミン A は厳密に言うと体内ではレチナール、レチノール、レチノイン酸という形で存在しており、これをまとめてビタミン A と呼びます。つまりトリオの漫才師がビタミン A みたいなものです。このビタミン A たちは体内で多彩な働きをしてくれています。ざっと挙げると、成長促進作用、視覚作用、生殖作用、皮膚正常保持作用、生がん作用、糖タンパク糖質の構成、聴覚作用、味覚作用、細胞の分化が挙げられます。こう見ると視覚や聴覚といった五感に関わるものや成長促進や生殖作用など、ビタミン A は生きていく上でむちゃくちゃ必要不可欠なことが分かりますよね。その重要性から体内では欠乏しないようにビタミン A 専用の貯蔵庫があり、なんと200日分も蓄えられており、体内で一番多いビタミンになります。もう少し作用について見ていくと、代表的な細胞の分化があります。細胞の分化とは、細胞分裂して一つが二つになるときに正しい形になることを分化と呼びます。この分化の際にビタミン A、特にレチノイン酸が関与しており、不足すると正しい細胞分裂ができず、子供の場合だと成長が止まる場合があります。またある実験では、鶏の肺に対して人工的にレチノイン酸の濃度を乱すと、翼が倍になったり、手足がおかしな形になったり、成長に悪影響を及ぼしました。あと皆さんの肌のケアでビタミン C は有名ですが、ビタミン A も細胞の分化を正常にするためには大事です。ですので肌荒れやニキビがある場合はビタミン A 不足も疑ってもいいと思います。もう一つ注目したい作用が視覚作用になります。明るいところから暗いところへ行くと一時的に見えなくなりますよね。そして徐々に回復して見えてきます。あのトンネルに入った時のやつです。それをコントロールするのが網膜に存在するロドプシンと呼ばれるもので、その光を感じるロドプシンの成分がビタミン A のレチナールになります。つまり夜になると見えづらくなったり、トリメと呼ばれる夜盲症の方はビタミン A が不足してロドプシンが減少していると言われます。あとビタミン A は視力の低下を抑制したりするので、気になる方は取っておきたいビタミンになります。このようにビタミン A は生命活動の中でも特に重要な部分を担っていることがわかります。そして次はビタミン A を話す上では欠かせない、その前の物質である β カロテンについて見ていきます。 β カロテンはビタミン A の前駆体であり、自然界における動物や植物の色素はカロテノイド色素で決まります。そのカロテノイド系の中でもビタミン A に変換するのは約50種類あると言われ、一番変換効率が高いのが β カロテンになります。食事から得た β カロテンは主に脂肪組織、肝臓、筋肉へ蓄積しており、血中ではリポタンパクの成分として存在します。ちなみに β カロテンからビタミン A の変換は厳密に調整されているので、いくら β カロテンを取ってもビタミン A の過剰症になることはありません。そして β カロテンの一番の作用は抗酸化作用、スカベンジャーになります。特に一重鉱の活性酸素から防ぎ、血中の β カロテン濃度が高いと癌予防の中でも特に肺がんに対して有効と言われます。それではビタミン A と β カロテンの主な作用が分かっていただいたところで、次は欠乏症から守り効果を最大化する摂取量について見ていきます。ビタミン A は脂溶性ビタミンであり、過剰症が心配されますが、食事からの摂取で起こることはほぼありません。心配なのはサプリメントからの摂取ですが、結論から言うとサプリのラベルに記載してある量なら基本的には安全です。
また厚生労働省が定めるビタミン A 推奨量は成人男性で約 2850IU であり、耐用上限量は約 9000IU となっています。過剰症が心配されますが、ビタミン A を吸収する際に単独では運ばれず、タンパク質に包まれて初めて吸収されます。つまりセットでタンパク質を取らないままサプリで大量に取ると過剰症が発生するリスクがあります。それを踏まえた上で1日1万 IU 程度から始めていき、最大で5万 IU までは安全にサプリメントで摂取可能となります。ベータカロテンに関しては同様にサプリメントで摂取される場合は1日1万 IU を目安にすればいいと思います。自己責任でお願いしますが、過剰症である頭痛や食欲不振が出た場合にはサプリメントの摂取をやめたり減らせば戻るので安心です。ちなみにミスタータピ自身も数年間ビタミン A を毎日2万 5000IU 摂取していますが、過剰症になったことはありません。ただ持病を持っていたりする場合は血液検査や医師と相談しながらサプリを使ってください。基本的にはサプリメントは安価で安全で効果のあるものです。まとめると、ビタミン A は栄養学上では栄養素ですが、作用的にはホルモンに似ており、特に生命活動の重要な部分を担っている大事なビタミンです。ミスタータピ的に思ったことは、メガビタミンのことを知る前はビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E は取っていましたが、ビタミン A に関してはノーマークで調べてからはすぐに飲み始めました。そして特にこれからの季節は風邪の予防に対してビタミン A は粘膜を正常に保ってくれるため、ウイルスの侵入を防いでくれるため特に有効なビタミンになります。今回紹介した本のリンクとおすすめのサプリメントのリンクは概要欄に貼っておきます。ぜひ参考になれば幸いです。それでは日本の人です。マリアちゃん。